ゴードンセッターは、イギリスのスコットランド原産のセッター犬種の一つで、ある。本種の元となったのは、西暦1600年頃から存在していた、スコティッシュセッターという犬種である。これを、ゴードン公爵4世が独自に改良して、誕生したのが、ゴードンセッターである。岩だらけで、悪天候の下でも、長時間量を継続できるようにし、 力の強いセッターを目指して作出された。スコティッシュセッターにラフコリー、ブラッドハウンド、ワーキングコリーなどを掛け合わせて1770年に作出が開始され、1820年に完成した。なお、初めの頃はコリーの牧羊犬としての性質により、獲物の周りをぐるぐると駆け回り、量を失敗させてしまうという悪い癖があったが、 大量過程で問題点を解決している。ゴードンセッターは艶やかで美しいブラックタンの毛色がトレードマークであるが、もともとはこの色以外にも毛色が存在し、ブラック単色、ブルー単色、レッドホワイト、ブラックホワイト、ミルクレモン、マール、トライカラーなどの様々なバリエーションがあった。毛色の中で特に人気があったのが、 ブラックの単色とブラック単で、これらは、美しさではなく、闇や草陰に溶け込んで獲物に気づかれにくかったことから、好まれて繁殖されていた。この後、小ドッグとして使われるようになると、見栄えが良く、かつ高貴で美しいと評価された、ブラック単の毛色のものがメインとして、繁殖されるようになり、その他の毛色のものはほとんど、姿を消していった。 このため、現在ゴードンセッターといえば、ブラックタンの毛色のみが見られるようになっていった。ちなみに、実料の毛色としては、ブラックタンと並んで人気があった単色の、ブラックのものが、ショードッグとして、あまり人気が出なかったのは、ブラックタンのものに比べて、タンのマーキングがないだけで、どことなく物足りなかったためであるとも言われている。 主に木地や山しぎを狩るのに用いられた。一頭で主人につき、嗅覚で獲物を捜索した。獲物を発見するとその方向を向き、体を地面に落として伏せをするセッティングというポーズを、取る。セッティングを確認した主人はそれを元に投げ網を、行い取りを生け取りしたり、猟銃を打って仕留めた。ゴードン公爵四世の死後、ゴードン公爵五世は、 積極的なブリーディングを怠ったため、1700年代の後半に頭数が急激に減少して、絶滅の危機に陥った。しかし、ゴードン公爵6世は早期に5世からブリーディングを受け継いで復活させ、改良も加えて、犬質と頭数を回復させることができた。その後は、人気も上昇し、ショードッグとして高い評価を受けるようになった。 1800年代中半から後半にかけてその人気は絶頂に達したが、1900年代以降は人気に陰りが出始める。それにより再び頭数は減少しているが、愛好家が増えたため手厚い保護が受けられるようになり、今日も、犬種生命の危機に瀕することなく生き残ることができている。 現在も絶頂期のような爆発的な人気はないものの安定した人気を保っている。スコットランド以外でも人気があり、日本でも少数だがブリーディング等販売が行われている。現在全世界で飼育されているゴードンセッターの9割はペットや小ドッグとして飼育されていて、今日もセッターとして使われているものは極めて稀である。艶やかで美しい。 ブラックタンの毛色が印象的な犬種である。ごく稀に昔はほとんど存在していなかったブルータンの犬も生まれるが、犬種基準外として血統書は発行してもらえない。単色ブラックのゴードンセッターも非常に希少である。コートはウェーブしていて柔らかく厚いので防寒性にも優れている。顔つきは 凛としていて、公爵の名に恥じない容姿を備えている。引き締まった、均等の取れた体を持ち、足が長い。力は強く、足場の悪い場所でも駆け回ることができる。マズルの長さは普通で太く、上唇は少し垂れている。耳は垂れ耳、尾はサーベル型の垂れ尾で、耳、尾、胸部、蓮部などには、豊かな飾り毛がある。 体高はオス61から6 9トルで、メス58から6 6トル、体重はオス25から3 6ラムで、メス20から3 2ラムの大型犬で、全セッター犬種の中で最も大きい犬種である。性格は陽気で人懐っこく、好奇心が旺盛である。外交的で初対面の人や犬に対しても、友好的で、 しつけの飲み込みも良く、状況判断力も高い。初心者の飼育にも適した犬種であるが、体が大きいためか日本ではあまり飼育されていない。運動量は多く、かかりやすい病気は、大型犬にはありがちな股関節形成不全や内分泌系疾患などがある。ありがとうございます。